しないといけない。やんないといけないことあるからな、明日。それで自分で選んだよ。自分ですね。もうこれすごい跳ねてる。どうなってる。これ何？どこの紙？なんだ。こうか。こうか。前にちょっと。これなんか。跳ねてる。グランツアットマーク許可タムズさん、これはこれはなんだろう、着てるのか、振り袖を。クマが、クマとは、ありがとうございます。ありがとうクマ、ありがとうございます。振り袖クマちゃん、髪描こう。フリーズでクマタワランチさん、振り袖クマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとういつます、ありがとう。振り袖クマ、このハルマットマーク、成人おめでとうさん。これ何？男の子バージョン？これはなんていうん？振り袖じゃないよね。なんだっけ？これなんていうんだっけ？え、振り袖？これもう袴？袴か。袴？袴？袴タワー？ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、クマタワー、ありがとうございます。
カマ漢字術なんだったっけ、書かないからもう書かない。これかカマクマと、新成人クマくん、いやもう書いちゃった正式名称じゃないのでした。ハンカのハルマンさん、袴クマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。メールもしたんだよね、合わせて白と黒みたいな。うんと、じゃあなんか写真載せよう、撮ったから。髪型変えちゃったけど、なんか今日は上が三つ編み込みで、下なんか玉ねぎみたいな、なんて言うんだろうあれみたいなやつしてた。もう三つ編みになっちゃったけど変えた。髪型いい感じにしてくれて、可愛くしてくれたメイクさんが。ラジオの後なんか寝る、ラジオの後寝る時間なかった、寝なかったっていうより寝る時間がなかったから無理だった彼も寝てないって言ってた、無理だったね、寝る時間がなかった。3時間ぐらいしかなくって、その行かなきゃいけない時間まで、集合の時間まで3時間ぐらいしかなくて、もうお風呂入って髪の毛乾かしてたりとかさ、いろいろしてたらさ、もう寝る時間がなくって、だから寝れなかった。成人式の時の髪型ですか？違いますね、これ違う、これ三つ編み、正式の時は違います。ソウルだったら、まあなかったからな、時間が、仕方ないけど寝てないけど、さっき寝てたでも帰ってきて、24時間以上ずっと起きてるんですか？いや、寝た、さっき帰ってきて寝ました。午前中とか20何時間ぐらい起きてた、昨日も朝早かったからさ、分かんない、昨日何時起きた、9時半ぐらいか、6時、4時半でしょ、4時半で20、30何時間後ぐらい、わかんない、来てた時間何時に一旦寝たかを忘れた。
明日もね、なんかやらなきゃいけないことがあるからね、あんまたくさん寝ては無理だな。ちょっとやらないといけないことがあるんで、あさって公演です。だから明日その公演の練習もしないといけないしてないから、それともう一個やらないといけないことがあるから、結局あさって寝ていけないわ。いや今日は違うか、早起きとかじゃないわ、寝てないから昨日か、昨日ほどとかではないではないけど、すごいいっぱいおめでとうってありがとうめっちゃ早起きではないけど、ちょっと早めに起きないといけないから、朝起きない。寝てないのか、いや寝たよ、帰ってきて寝た。何時間ぐらい寝たっけ、5時間ぐらい寝た帰ってきて。でもその前に、帰る前に眠すぎて、帰る前がその眠すぎてね、帰る前にね、何分、30分か1時間どんぐらい寝てたんだろう、あれちょっとだけ寝て30分か1時間ぐらい寝て帰ってきた。眠すぎて、いやこれ無理だと思って帰れないわと思ってちょっと寝て帰った花火じゃない、いや違う違う違う、そこじゃない、帰る前、花火じゃない、待機してたところ、自分たちはレッスン場のところでさ待機してて、そこで寝てた。振袖じゃない、脱いだ後振袖。スクリーンの数、え、わかんないな、ほんまないかわかんない、だってどのぐらいが普通かが知らないもん去年はこのぐらいいたとか知らないからさ、私わかんないです、基準がわかんないからたちは夜もやってる間で寝てた。いつやってたの？分かんない。何時間寝てるか分かんない。分かんない。ちょっと飲み会の広めなかったね。行くのかと思ってたけどなかった。でも去年もなかった、去年はでも人数多いからかな、なかった、あれかな、なんかそういう人数あんま密集しちゃうとよくないから、そういう関係でかな、多分わかんないけど、早い段階で、いや振り袖自体決めたのはね、これって決まったのは先月ぐらい、今日着るやつはね。でもどういう感じのに着るかは決めてはいたけど、ちゃんと決めたのは先月ぐらいか、何しますかみたいに聞かれて決まったのが、そんぐらい、そんなにすぐ聞かれないから、人数によるかもだけど、その時に出る、乗り込んじゃえばよかった、ああ公園に、いや無理でしょ
自分だけで無理でしょ。ねさや借りました。自分の持ってない振り袖、このイメージだったから。なんかね、王道のやつ着たくなくって着たくなかったんだよな、王道のやつ。ね、出てたみたい。知らなかったけど嬉しい嬉しい。なんで被らないの？相談した？振り袖の色相談してないよ別に。なんか希望を出すのね。だから被らないようにそのスタッフさん側でやるんだと思うけど、希望を出すから。第一希望、第二希望、第三希望みたいな感じで相談、メンバー同士で相談とかじゃない。だからそのもし被ったらそうかもだけど、もし色は第一希望でそれが被っちゃったとか、もう同じようなのになっちゃったとかだったらあれかもだね。そのメンバー同士とかで話し合ってなるのかもだけど、今年多分その被んなかったんじゃない、そもそも。わかんないけど。チェーンキューの色だっけ？カラーキュー。え、色指定してどういう感じかイメージ出したの、こういう感じでみたいな写真送って。で、その中のうちの一着、あれが着てたやつ。カラーとかと相談しの、何を相談？特に何も相談してないよ。するのない。今日そう、なんか振り袖のやつ髪型取った後三つ編みにしてもらった。から帰ってくれたらメンバーも、でも希望出すから3つぐらい、第一希望はこの色みたいな、第二希望この色みたいな出してくから、そう、第三希望まで全部被るみたいなのは相当人数が多い限りないと思うから。私たちは5人6人、今日ミスさんいなくて5人だったけど、6人だからそんな被んないね。そんな第三希望まで全部被るみたいな、なかなか起きないと少ないからね、少ない。多かったらあれかもだけど、あれ第一規模多分ほとんど、え、みんな第一規模じゃないかな、着てるやつだと思うけど、第一規模の振り袖だと思う、着てるのみんな。かぶんなかったはず。確かに言ってたような気がする。その中で振り袖になるのかと思った。人数多かったらなるかも私たち6人だから、ね、少ない。でも赤色着るつもりは全くなかったな。なんか黒と白持って決めてたから、なんかそういう感じの色味の黒と白じゃなくってもなんか落ち着いたやつ。赤を着るつもり全くなかった。候補に入ってなかった。
あ、でも希望に入れたかな、覚えてないな。あんま在地希望があれだったんだけど、色が色で希望出すから、なんかこういうのでじゃなくて、写真出して、この振袖でって感じで出すんじゃなくて、色で出すから、この色でみたいな。だから、え、でも赤入れてたかな、第3希望ぐらいで入れてたかも。もう忘れちゃった。でもね、そう、もしなかったら赤でみたいなそのぐらいでな感じだったかも。あんま覚えてないや。でも第二希望が白とかだったかな、覚えてないな夜寝られる、めっちゃ寝そう、今日すぐ寝れそうすぐ寝れそう。帯欲しい、いや帯は向こうの方のチョイス。振袖ってさ、この振袖の下にな、重ねて、これ辺の襟元の重ねるのね、2枚くらい、ここに体が2個あってみたいな、ここにあって、ここにあって、それも多分向こうの方がいいのを選んでくれて、自分たちが決めたの振袖から、その一応上に着てるやつだけ、帯とかそんな。どうしたの、まつげって地毛、あ、まつぱじゃないわ、まつえくしてるかってこと、松井くんはしてないですね、松葉です。え、ってことじゃないの、わかんないよ松エッグかどうかってこと、松エッグしたことない、松葉しかない、したことない。再起動しますね。Okay. あ、アクション出るかと思った。このまま写真いろいろ消したけどさ、今日いっぱい撮っちゃったから戻っちゃったわいすいっぱい消したけど、いっぱい撮ったから消した分だけ撮っちゃったあ、しんさん、クマタワーありがとうございます。振袖クマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いい、それか、よし、オッケー白飛びしてた。振袖熊とはありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう。味噌でいくわ。ありがとうございます。って意味あるってこと。あー、あれか、なんかポイントみたいなやつってこと。ちょっとわかんないです。見ないと。塗ってなかったら入んないか。塗ってたら入る。塗ってみよう。から入んないんじゃないかな。あ、でも嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。かわいいクマ。じゃあ、あったかそう。寒いからあんま見えないから来てる先だけね、袖だけちょっと、ちょっと、ね、着させてもらって。寒いんで。あったかい。これキル毛布だから。あったかい。待って。膝掛け落としてるわ。いつの間に落ちた。着てる。でもなんか普通に着たりしてて、これダサいんだよねからあったかいからいいやと思って買ったけど、普通に死んでくるにはちょいダサいから着ない。今日休みになるの。いや、送ってよ、メール。発信始める前に。来てない？送ったんだけどな。あ、来た？よかったよかった。ん？ん？じゃあね、風とみとさん。なんだっけ、屏風だっけ、これ鏡餅の屏風クワタ、鏡餅タクワタ、ありがとうございます。あとくる、なんだっけ、なんて読んだっけこれ、くる、これなんてやつだっけなんか言ってたけど忘れちゃった。お正月の時なんてやつだっけこれ。え、すごい、めっちゃ、たくさんくる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 って、このくるうさぎタワーあ、くるとしうさぎ、うさぎタワー違う。え、なんて書いたっけな私この前。なんて書いたっけありがとうございます。くる、なんて書いてたっけ？ちょっと見ればいいんだ。くる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 って書いてある。これ。これか。くるうさぎタワー。くるうさぎタワーか。ありがとうございます。ありがとう。くるうさぎくまタワー、あ、確かに、ありがとうございます。うさぎ
うさぎ年。ありがとうございます。ありがとう。ずっと見てた、たくさん。20? え、やば、ありがとうございます。ありがとう、たくさん。20歳だから20、あ、そういうこと、あ、そういうことか。なるほど、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。すごすぎ。50歳なら50本。30年後私やってるかな、その時まで。または2連打で 1.2 倍で30万ポイント達成。あ、え、30万ポイント達成した。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。30万ポイントはなんだっけ、忘れた。え、選べる高級食材を食うから。え、カニかお肉のやつ。はい、カニかお肉。え、嬉しい。当選したってことだよね、きっと。出るよね、後で調べたらいいのかな。でも一覧、いや、まだ更新されてないの、まだまだ更新。待って、これ、あ、咲いてる、これ。ちょっと まだ咲いてない。え、楽しみ。ちょっと早く欲しい。え、どっちにしよう、お肉とカニ。お肉、カニ、いや、迷う。カニもいいし、え、お肉もよくない。うん、どっちにしよう。時間あるし、ゆっくり書こう。急がなくて、あ、1時間以上ある。12時まで配信します、切れるまで。あ、確かに来てもらったからカニ、確かにそれもいいね。ちょっと見てから決める。どういうのか。よいしょ、カニも確かにある。食べてない最近カニ。食べたいカニ。ちくま、かがいもちタワーにする。前屏風タワーって書いてきますけど、かがいもちくまだから、かがいもちくまタワーってやろう。ちがいちこのか鏡、お、拡大できないんだよなこれ。ショールームの画面がちっちゃいから、字がちっちゃい、これ。この携帯 iPhone7 だから。
餅って感じで書かないから分かんなかった。すごいな、いっぱいありがとう。ゆっくり食っていくわ。そのもうちょっと待てば多分更新されるね、ポイント。もう書き終わる頃には 100% 終わってそう。更新あ、ペンついちゃった。いや、クマがいっぱい、かわいい、ね、今日の振り袖さ、みんなさ、なんかぽいっていうかさ、わかる？なんか私はちょっとよくわかんないけどぽいか、自分ではみんななんかこの色なんだ意外って感じじゃなくってさ、イメージあるみたいな色で似合ってて可愛かった。あ、ハイムシトウになってる。雲が抜けてる。あ、めっちゃ長細いクマってここなんかおかしいって思ったら雲が抜けてた。大事大事、長細くちょっと見て私は大丈夫抜けてた雲がさっき書き出した。クマタワー大事かいる。もう50分か、早いな。私何分から配信始めたっけ。10、20分ぐらい。時間早いぞ。全然6分か、全然違う、20分とかじゃない全然時計見てなかった。6分からじゃないですか。早っ。もうそんな、どうぞ。もう50分だ。全然合ってなかった、適当にやったら。いや、10分に始めたっけと思って、もうちょい遅くなかったかなと思ったら全然始めてた
当に言い過ぎちゃった。全然違った。ラジオ昨日だよね。昨日楽しかった。あんまりさ、こう一緒にならない3人だからさ、ミヨンさんとヒカルンと私っていう、一緒にならないから新鮮だったね、すごく。あとエリナちゃんからさ、ちょっとギリギリさ、放送内ではさ間に合わなくて読めなかったんだけど、エリナちゃんからメール来てて嬉しかった。おめでとうって書いてあった。いや、来ると思ってなかったから、まさか思わないじゃん、来るなんて。メンバーからびっくりした。本物ですって書いてあった。そう、かっこで本物って本物から来てた。ミヤさんのツイッターに載ってる、そう見える。面白い。ミヤさんもびっくりしてた。放送内では言えなかったけどさ、終わった後にそのエリナちゃんのメールがもで来てくれってさ、スタッフさんが、ミヨンさんが私たち呼んでくれた。ハルハル世代みんなで最初はね、ミサがなんか考えてて、あとからそのグループラインで何か案出したりとかでかな。ウィンさん今日体調不良でね、来れなくなっちゃったから、朝知ってね、それ着付けしてる時に知った。残念だよね、ミスは絶対に。私大丈夫ですよ、なんもない。なんもない。朝は眠かったぐらいです。もうみんな眠そうだったけど、
全然眠くないわみたいな人いなかった、いたよみんな眠そうだったスタッフさんとか絶対眠いしね。朝早くやぞ。カゼットミートさん、鏡餅くまとありがとうございます。ありがとう、はい。ありがとう、たくさんありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。鏡餅くん、これはちゃんとくまって忘れずに書いてるやつ。一応最後の方にありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとう。達成してた、出た今、ありがとう、よかった、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。また光飛びしちゃうよね、ライトが近くにあるから。ここにさ、ライトがあって、ありがとう。あ、ちょっと長細いやつですね、雲が。でもちゃんと書いてあるありがとうございます。ちゃんと書いてあるけど、ちょっと鏡の下になってました、書き足しましたありがとうございますえ、最後ありがとうございます、ありがとう。鏡餅くまタワー、これ鏡餅くまたくさんありがとうございます。鏡餅くまタワー、ありがとう、たくさんたくさんありがとうございます。ありがとう、クルトミトさん、ありがとうございます、たくさん。あとクルウサギタワーも、うん、なんかくくウサギ、ウサギクマタワー、クルウサギクマタワーウサギなんかクマなんかわかんない。ね、え、どうしよう。でもカニにするか、お肉にするか決めてない、まだ。カニ、カニ多いな。でもお肉もよくない。まああれあるけど、そのお食事券みたいなやつもあるけど。あれだよね、多分これさ、カタログギフトみたいな感じでだよね、違うのかな。え、それとも最初に選ぶ感じ、どっちか、どっちだと思う。一緒に選ぶのかな。選べないかな、ちょっと両方両方欲しい。最初に選ぶのかな。5678、こんな紙出した2、3、4、5、6、7枚じゃん。2枚か。それのギフトが挟まらない。まあ確かに誕生日ですもん、まだもらってないんだよね。クマ、クマをね。それ以外は何があったっけ。ギフト券みたいな、それももらった、いただいて。
当たりと外れの幅が大きいから、肉がいいと思う。肉がいい、どうしよう、どういう感じで頼むんだろう。な、両方さカタログに載ってて選ぶ感じなのか、それとも先にカニかお肉かで選んで、でなんかさ、その別々でカタログギフトみたいなのがあってなのかが分かんない。どっちなんだろうな。どういうタイプなんだろう。迷っちゃうな。果肉お肉なんか選べないです。次。あれだよね、字が違うよね。卵みたいな感じ、中に点がないやつ。くる、うさぎ、あ、クマって書いちゃった。くるって書きたかった、ね、さっきまって書きすぎてさ、クマって書きすぎてまって書いちゃった。もしもあるぞ、間違えた。よいしょ。クマって書いちゃった。違う、来るって書きたかったんですけど、待っておきました。くる、オッケー。え、うさぎこれあれだよね、見づらいんだけど、この卵の中のさ、あの点がない場合じゃない。くるうさぎくまと、うん、間違えた、好き。くまって。修正しようかと思ったけどちょっと無理だった。まをるにするのにはちょっと無理だった。もしもね、いや時間あるから書きます全部。時間ギリギリとかだったら時間あるんで、ね、全然書きますよ。あと1時間ぐらいあるよ。ランキングまで50分もある。全然書けます。成人式の写真ちょっとまだもうちょい投稿したいのあるから、ちょっと今日はもうショールームしてるからしないけど、投稿できないから、配信用の携帯で投稿するから。また明日以降ちょっとずつ投稿していく。使えてるならいいよ、1枚で。使えてないよ、いいよ。書く。後ろ姿、後ろ姿の写真も撮ってる、それも載せるつもりでいるよ。明日以降投稿しますね。
もう配信終わった頃には日付変わっちゃうし、終わった後は投稿しないけどちょっと遅くなっちゃうから、明日いろいろあるし、載せたいの。いいよね、別に一回投稿してるから、まあ、いいよね、ちょっとずつ載せれば。一回で全部投稿しなくてもいい、一日でなんか何回も全部投稿しなくてもいいし、少しずつ載せていこう。最近ブラックコンセプトでしたね。ネイルも黒いよ、なんかモノトーンみたいな黒白、こっちもそういう感じね。なんか真っ黒だとさ、ちょっと大人っぽすぎるから、なんか黒白系のやつを着たかったね。ゴスロリっぽく着たくて、ちょっとなんかそうだから、ああいう帽子のやつも特帽って言うんだけど、それ買ってみたいな、そういう風に着たかったんですよ。なんか振り袖結構大人っぽいけど、あれ髪型はなんかもう完全に大人っぽくするんじゃなくて、なんかツイン系のやつにしてもらった。それにね、あの帽子合わせたかったんだよね、特帽。今日にかけてくる T シャツ、私着てるの？あんま私服で黒 T シャツ着ない。夏は着たりするけど冬着ない。ロンティーとかレッスン着でしか基本着ないかも。レッスン着は黒がいいけど、リスン着が黒の T シャツが多いだけで、私服が黒の T シャツが多いわけではないんだよね、別に。リスン着がすごい。リスン着着て配信してることが多い。あと2枚。成人式で髪色変えると思ってます。思ってたし、髪色は変えるつもりなかったな。行く時間がないっていうのもあるけど、このなんていうの、この近く、あの前後5はじゃないわ。この8、7とかそこまで。この前、いつ行ったっけ？25、クリスマスの日に行ったんだ、病院。あと3枚いった、重なってたには。
朝さす朝寒かったと思う。その外ずっと朝いつが寒かったかな。でも写真撮ってる時寒かったです。普通に振袖ってめっちゃあったかいわけじゃないからな。あれいろいろ着てるけど中にめっちゃ着るんだよね。なんか着るけどでもその防寒用じゃないからめっちゃあったかいわけじゃないから。ヒートテック着てない。なかった。いやなんかずっと外にいるんだったら着ようかと思ったけどずっと外じゃないからいいやと思って、暑くなっちゃうかなと思って室内でさ取材のやつあったりとかでさあったから着なかったりとか。かわいかった。ユンと一緒のグッズとかグッズが欲しい。コラボ自分と自作気合入ってんな。まあできなくはないか。できなくはないけど作んない気がする。あ、ランダムだったんだね今回のやつ。知らなかった。ランダムか。人数少ないけどでも8人いるからさ、普通のそうチームメイト全体じゃないからさ、それに比べれば少ないけど8人だから。ランダムは大変そう。あ、50本ありがとう。全18、あ、17期も入ってる。あ、それはちょっと多いね。じゃあランキング見ますね。13位からランキング見ます。あ、ちょうど変わった。13位ナオトさんありがとうございます。12位やすのりさんありがとうございます。11位まるさんありがとうございます。10位にゃこさんありがとうございます。9位こうへいさんありがとうございます。8位としベビーアットマークきょかたむずさんありがとうございます。7位ラスカールさんありがとうございます。6位リボンさんありがとうございます。5位フロマンさんありがとうございます。4位ラボーナさんありがとうございます。3位ウドさんありがとうございます。次に香港の春マットマーク成人おめでとうさんありがとうございます。そして1位が風と海とさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。明日の配信は明日は何時からしようかな。2回できそうだけど、ではできそう。用事があるからそれをする時間による。夜はする絶対に。夜長めに一回するか、できそうな時にもう一回するか、いつできるか分かんないな。夜の前にするんだったら夕方ぐらいかな。2回するんだったらでも1回の可能性も高い。1回長めにかも。考えようかな。 B 公演の練習もしなきゃだ。明後日 B 公演なんですよ。そう今からお風呂入っちゃう。朝配信、いや朝は多分時間ないな。
時間ない、ちょっとギリギリまで寝てる今回きっと。そうだね、明日決めようかな、1回するか2回するか。公演始め、あ、そう、今年入って初の公演、1回目の公演です、明後日の公演が、私はね、そう、公演始め頑張ろう。だから明日はそれの練習する、 B 公演と、あとちょっとやんないといけないことをいろいろ終わらせます。長い一日、朝早かったから、いや、でも意外とあっという間だったよ、結構あっという間だった。まあその後寝たからもあるかもしれない、終わった後寝てたから気づいたら夜だった、まあ、それもあるかもあっという間だった理由でも楽しかった、すごく。朝は早かったけどじゃあ、でも朝早いって言うもんね、成人式は。ハードでバスゲームみたい、いや、嫌です、最下位にはならないんで、優勝目指してるんで、旅行です、旅行罰ゲームはきっと見れないですので、優勝したいんでねできるといいでしょう。あとどんぐらい、30分ぐらいか。じゃあもう今日は早く寝よう、また明日多分1回、いや2回するかもしれない、まあ明日消えますじゃあそろそろだね、じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました、おやすみなさい、またね、バイバイ、おやすみ、また明日、バイバイ、おやすみ。